さあや、あなたにいいお土産を見つけてきたわ。60過ぎのおじさんだけど、あげていないからセーフよね。いい？今度こそ結婚してみせるのよ。もう母さん、お見合いはいらないって言ってるでしょ。無理やりお見合い話を持ってこられても困るのよ。何言ってるのよ、さんや。あんたもう38のアラフォーなのよ。それなのに未だに独身なんて恥ずかしいでしょ。私は全然恥ずかしいと思わない。今時独身なんて普通だし、女は結婚してこそ一人前なの。妹のカナダと結婚したっていうのに、あんたってこの、私がどれだけ必死にお見合いの相手を探してると思ってるの。早く結婚して私を安心させてちょうだい。私はお見合い相手を探してくれなんて頼んでない。だいたい結婚したら一人前ってお母さんの考え方が古すぎるんだよ。何言ってるのよ。このままじゃあんたは老後一人ぼっちになるのよ。老後生活だっていろいろとお金がかかるっていうのに、結婚してパートナーがいないとあんたの人生終わりなんだから。老後のことだってちゃんと考えてるよ。誰も迷惑かけないようにそれなりに貯金しているし、それについにタワマンだって買ったのよ。老人ホームに入る時もそのマンション売れば施設費用に回せるわ。え？さや、あんたタワマンを買ったの？老後のことを考えるとずっと賃貸ってわけにもいかないからね。だからコツコツ貯金して、つい念願のタワマンを買ったの。もちろん資産価値も考えて買ったつもり。これで老後もそれなりに安心だと思うんだよね。すごいじゃないのよ、タワマンなんて。一体どこのマンションなの？何階に住んでて、見晴らしは東京タワーも見えるのかしら？職場近くのタワマンだよ。最近できた。新しいところで見晴らしもバッチリ。それなりに広い部屋を買ったからすごく快適だよ。あんたの職場近くってことは大都会のど真ん中じゃない。そんなところのタワマンを買うなんて、さやったら思っていたより稼いでいるのね。だからいつも言ってるでしょ、私はガンガン稼いでガンガン稼ぐのが大好きなの。結婚や恋愛よりも仕事の方が好きなんだよね。一旦お見合いの話はストップしてあげるわ。ちょっとお母さん出かける。用事ができたからまたね。お姉ちゃんありがとう。私たちに高級タワマン譲ってくれるんだってね。都会のど真ん中でタワマン暮らしができるなんて夢みたい。え？急いで荷物をまとめて引っ越すからね。最短で明日にはそっちに行けるんだけど大丈夫そう？ちょっと待って、なんで私のタワマンをあんたに譲らなきゃいけないのよ。なんでってお母さんからそう聞いたんだけど。なんですって？お姉ちゃん高級タワマン買ったんでしょ？そのマンションを私たちに譲ってくれるらしいじゃない。はぁ？そんな話一度もしてないから。私は私が住むためにマンション買ったのよ。お母さんからなんて言われたのかは知らないけど、引っ越してこないで。私は絶対にマンション譲らないわ。そんなの急に言われても無理よ、お姉ちゃん。私早速友達みんなに自慢しちゃったもん。やっぱりタワマンもらえなかったなんて恥ずかしくて言えないわ。だから高級タワマンはおとなしく私に譲りなさいよ。私への結婚祝いってことでいいじゃない。ちょうどつい最近私結婚したんだし、タワマン新婚生活なんて最高だと思わない？結婚祝いならちゃんと渡してあるでしょ。あんたが現金がいいって言うからそれなりに包んであげたじゃない。結婚祝いは1個だけって誰が決めたの？何度もたくさんもらってもいいじゃない。私現金とタワマンが欲しいな。はぁ？それに独身アラフォー女がタワマン暮らしてうないしすぎてタワマンがかわいそうだよ。きっとタワマンも新婚夫婦に住んでもらった方が喜ぶと思うな。悪いわね、かな。実はこのタワマンは恋人と一緒に住む予定なのよ。あ、お姉ちゃんに恋人ですって。今まで一度も彼氏の一人もできなかったくせに、タワマンを取られたくないからって嘘ついてんじゃないわよ。嘘なんかついていないわ。いろいろと面倒だからお母さんたちには言ってなかったけどね。私今人生初めての彼氏がついにできたの。それで私のタワマン購入に合わせて同棲でもしようかなって。恋愛経験ゼロの独身ババアに彼氏なんてできるわけないでしょ。嘘をつくならもう少しマシな嘘をつきなさいよね。はあ？とにかくもうそのタワマン私のものだから、私が旦那と楽しい新婚生活をそこで送るの。お姉ちゃんをとっとと出て行って。ちょっとお母さん、なんで私のタワマンを妹夫婦に譲ることになってるのよ。勝手に話を進めないで。別にいいじゃない、タワマンぐらい。あんたは働くのもお金を稼ぐのも好きなんでしょ。だったらまたお金を貯めてマンションを買えばいいじゃない。
そんな簡単に言わないでよ。私がどれだけコツコツ頑張って貯金してきたと思ってるの。あの貯金も彼たちには難しいのよ。だからタワマンぐらい優しく譲ってあげなさい。あんたお姉ちゃんでしょ。妹に優しく尽くすのが姉の役目なのよ。はあ、彼たちの懐事情はあんただって知ってるでしょ。そのせいで新婚夫婦なのに狭いアパート暮らし、そんなのかわいそうだと思わない？彼たちの生活が苦しいのは知ってるよ。でもそれは自業自得じゃない。旦那さんは仕事が長続きしなくてよく転職しているし、それ給料も上がりにくいし貯金だってできないわよ。彼は専業主婦にこだわって仕事もしないし、あの子たちだって頑張っているもんよ。でもなかなかいい職場が見つからないみたいだね。給料は月30万以上でボーナスは半年分、あとはそれなりに長期休暇があるだけでいいのに。そんなホワイト企業がそう簡単に見つかるわけないでしょ。あったとしても争奪戦でカナたちなら負けちゃうだろうし。何よその言い方は。まるでカナたち妹夫婦がポンコツみたいじゃない。私から見たら十分ポンコツ夫婦だよ。仕事を長続きさせる努力もしないで姉から家まで奪おうとしてポンコツわがまま夫婦だよ。ふざけんじゃないわよ。カナと違ってあんたは未だに結婚もできないくせに、女として終わっているのはあんたの方なんだからね。ポンコツなのはあんたの方よ、この生き遅れ娘め。はあ、少しはカナを見習いなさいよね。ついにあの子は妊娠もしたのよ。これで私も念願のおばあちゃんだわ。そうなの？だからなおさら古いアパート暮らしはかわいそうよね。子供の教育のためにも高級タワマンに引っ越すべき。あんたはとっとと譲ればいいのよ。じゃあ私はどこで暮らせって言うのよ。せっかくお気に入りのマンションを買ったばかりなのに。カナたちが住んでたアパートに行けばいいじゃない。みすぼらしい独身にお似合いよ。はあ、さっさと荷物をまとめて出て行きなさい。高級タワマンは独身アラフォーが住んでいい場所じゃないの。さっさと妹夫婦に譲れ。断るのは絶縁よ。いいよ、彼氏と住むから。寝言は寝て言え。カナから聞いたけど、そんな嘘は私には通用しないからね。お母さんまで信じてくれないんだ。むしろ恥ずかしくないのかしら。未だに独身のくせに男がいるなんて嘘を言い出して。本当に男がいいなら結婚でもしてみなさいよ。じゃあ早速彼と入籍してくるわ。そしてあんたたちとは絶縁する。それでいいんだよね。え、どうぞ気の済むまで寝言だと思ってなよ。でもこっちは本気だから。今日から私の家族は彼だけだから。本気って何よ。まさか本当に恋人なんていたの。マンションごときで私たちを捨てるつもりなの。そのマンションごときに必死なくせに。それにこのマンション一体いくらしたと思っているの。軽く3億はかかってる高級タワーよ。3億も。3億のマンションとクズ家族、そんなの3億のマンションを選んで当然じゃない。むしろようやく絶縁できて私にとっては一石二鳥だよ。何ですって。それじゃ元気でね。カナにも妊娠おめでとうって伝えておいてよ。それと絶縁するから私からの出産祝いはなしってのも伝えておいて。それじゃさようなら。今すぐ迎えに来てちょうだい。お母さんはね、今警察に捕まってるのよ。さよ。はあ、警察に捕まったなんて一体どういう状況なの。私はただあんたに会いに来ただけよ。さやったら昨日から何度電話しても出てくれないじゃない。だって昨日で絶縁したからね。縁を切った人の電話に出るわけないでしょ。私は絶縁なんて認めないわ。だから直接会って話したくてさやのマンションに来たの。それでなんとかあんたの部屋に入ろうとしたら警備員が来て私を警察に突き出したのよ。私はただ住民の娘に会いに来ただけなのに。ここはコンシェルジュと警備員が24時間在駐してるからね。こんなに防犯レベルが高いなんて勝手正解だったわ。警察もひどいのよ。私はただ娘に会いたくてマンションに来ただけって説明しているのに。だったらマンションに住んでいる娘がいるって証明しろって。あんたが迎えに来るまで帰っちゃダメっていうの。あら、それは大変だわ。じゃあお母さんは今日から一生警察署暮らしだね。なんですって。だって私絶対に迎えに行かないもん。もう絶縁した人のことなんてどうでもいいわ。ちょっと待ってよ。そんな嘘よね。迎えに来ないなんて冗談よね。私は本気だよ。この私が冗談を言ったことがあるかしら。そんな警察はマンションに住んでる娘をって言ってるのに、これじゃ私が嘘をついてるみたいになるじゃない。みたいじゃなくて嘘そのものでしょ。絶縁した私はもうあなたの娘じゃないのに。
勝手に娘呼ばわりして遊びに来るなんて非常識よ。え、お迎えはカナに頼みなさい。何度お願いされても私は絶対に言ってあげないから。お姉ちゃん、私を助けて。私このままじゃ離婚になるかもしれないの。旦那のヨタ君にいきなり離婚届を渡されちゃった。次から次へと何なのよ。あんたたちがどうなろうと私には関係ないんだけど。関係大ありでしょ。全部お姉ちゃんのせいでこんな大変なことになってるんだからね。はぁ、お姉ちゃんが警察署にお母さん迎えに行ってくれないから、そのせいでゆうたくんが呼ばれたのよ。彼の職場に警察から電話が来たんだから。それはご愁傷様。職場の人もびっくりしたでしょうね。びっくりどころか緊急で社長に呼び出されたらしいわ。君の家族には犯罪者がいるのかって、どういう状況か説明しろってしつこく聞かれたみたいで、私も彼に呼ばれて彼の上司の前で全部話す羽目になったんだから。あら、それはとんでもなく恥ずかしい思いをしたのね。皆さんもあなたたちの話にドン引きしていたでしょう。とんでもなくドン引きされたわ。それにヨタ君にも全部バレて、そのせいで離婚言い渡されたんだからね。そのあたりはよくわからないわ。全部バレてってどういうこと？ヨタ君には私のマンションを奪おうとしたこと隠していたの？隠していたっていうか、ごまかしていたっていうか、面倒だからお父さんの遺産だって説明していたの。はぁ？お姉ちゃんのタマンはもともとお父さんの遺産だって、それを妊娠のお祝いに譲ってくれることになったってゆうたくんにはそう説明していたんだよ。でもそれが全部警察からの電話でバレちゃって。自分たちがどれだけバカなのか分かってるのかって、ゆうたくんがガチギレして離婚届を持ってきたのよ。ゆうたくんがそんなに怒ってくれたなんて、なんだかすごく嬉しいわ。どうしよう、お兄ちゃん。ゆうたくんね、見たこともないぐらいブチギレなの。なんか前から私に鬱憤が溜まっていたみたいだね。もうこんな結婚生活やめてやる。って、子供は引き取ってやるから離婚しろって迫ってくるの。仕事は長続きしないけど、彼って温厚そうな性格していたわよね。そんな人がブチギレって、今まで何をやっていたのよ。実はその彼の仕事が長続きしないの、私のせいなんだよね。私がいつも勝手に退職届を出してたから。え、勝手にでどういうこと？ヨタ君はいつも真面目に仕事をしていたの。でも夫婦喧嘩のために私がぶち切れて退職届を出してたんだよね。ヨタ君たら何度も私に外で働いてくれってしつこくてさ。あんたが給料のいい会社に転職してるだけでしょ。私がいつも職場に退職届を出していたの。嘘でしょ。ゆうたくん、もうそれが耐えられないんだって。私は働かないし、かといってやりくり上手なわけじゃないし、ついに私がお母さんにこっそり仕送りしていたのもバレたのよ。それでもう離婚して自由にさせてくれって。しかも旦那に隠れて仕送りまで。そりゃゆうたくんも離婚届を持ってくるわ。狭いアパート暮らしは全部あんたのせいだったのね。彼は真面目にずっと家族のために働いていたのに。だって友達みんな専業主婦をしているし、私の友達みたいに家でのんびりしていたいし、それにお母さんも仕送り喜んでくれるし、ゆうたくんが早く給料上げたらいいだけじゃない。私は全力でゆうたくんの離婚を応援するわ。確か連絡先だけは交換していたわね。何か協力できることないか連絡してみようかしら。え？弁護士をやっている知り合いもいるし、離婚について助けてもらえないか聞いてみましょう。ちょっと待ってよ、お姉ちゃん。なんで妹夫婦の離婚に協力的なの？離婚しなくて済むように助けてくれるんじゃないの？離婚する方がゆうたくんのためよ。あなたはお母さんと二人だけで生きていきなさい。そういえばお母さんのことを警察署に迎えに行ってあげたの？まだ行けてないわよ。旦那から離婚言い渡されてるのにそんな暇ないから。やっぱお母さんまだ警察署にいるんだ。むしろその方がたくさん反省する時間があっていいからね。ねえ、お願いだから見捨てないで、私たちのこと助けて。
よ。もうタマをボートなんてしないから、だからお願いします、離婚しなくて済むように協力して。やだね、私は全力で離婚を応援するわ。弁護士の友達にも連絡ついたし、早速ゆうたくんに電話しなきゃ。そんな、絶縁したっていうのにバカ妹とバカ母親の尻拭いをするんだもの、むしろ感謝してほしいくらいね。それじゃ覚悟していなさい。その後、私はすぐにゆうたくんに弁護士の友達を紹介し、あっという間に妹夫婦は離婚することになりました。子供は出産後すぐにゆうたくんが引き取ることになったそうです。そして母親はなんとか警察署から解放され、今はカナと二人で狭いアパート暮らし。しかし、あんたのせいでさやと絶縁することになった。お母さんのせいで離婚したのよ、責任取ってよ。せっかくあんな子供にも会えないし、よく稼がないといけないしと、毎日怒鳴り合いの日々を過ごしているんだとか。噂ではアパートの大家さんから、次騒いだら強制退去よと言い渡されており、もう間もなく追い出されてしまうらしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。